オリジナルドゴールバイナイスはい、ありがとうございます。ということでですね、今日はレッスン動画、はい、お願いします。久しぶりのレッスン動画、はい、はい、久しぶりでございます。私の師匠であります、はい、村井先生です。ゴルフインストラクターの村井です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、もう今日はですね、はい、いや、もういよいよ飛距離を伸ばそうという、そうですね、はい、ことになっております。もうだいぶあれですもんね、あの上手くなってきたんで、はい、スコア持ってきたんで。そうですね。ただ最近ですね、ショータイムゴルフさんっていう、はいはい、YouTuber の方とですねコラボさせていただいて、めっちゃ飛ぶんすよ、ショータイムの方々。あの子たちはもうちょっと、いや、ちょっと違いますよね。そうなんですよ、ほぼプロなんですよ。めちゃくちゃ飛びますね、はい、な、もう初め、あ、じゃあフルバックからいきますねって言われて、はい、フルバックってめっちゃ動揺してたんですけどそれを隠しながらやってて、いきなり OB 出してしまって、はい、だからもうやっぱ飛距離を出さないとダメということに気づきましたよ。そうですね、はい、お願いします。どうしたらいいですか。はい、スイングも良くなってきて、はい、いろいろやってると思うんですけど、うん、逆にこうスコアを出てくると、はい、負けたくない。いや、そうなんですね、うん、やっぱりこう帯打したくないとかね、はい、こう真っ直ぐ飛ばしたいっていう気持ちが強すぎて、はい、だんだんスイングって振れなくなってきてると思うんですよ。いや、確かにな、真ん中に置かなあかんとか思ってます、はい。まあ、もちろんそのスコア出てきてるんですけど、はい、まあ、徐々に振れなくなってきてると、うん、で、まあ、ある意味そのスイングに自分でこう、はい、リミッターをつけちゃってるんですよね、皆さん。はい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 、で、まあ、ある程度その自分のスイングのスピードっていうのが決まってきちゃってて、はあ、なるほど。まあ、なんかその領域でしか振ってないんですよ。そっか。で、まあ、曲げないスイングってもちろんいいんですけど、はい、だんだん振れなくなってきちゃうんで、はい、やっぱりたまにはね、こう振る練習も必要かなと思うんですよ。いや、ちょっと待ってください、話せず。僕ね、いいものがあるんですよ。これは本当にこれどうぞって言われて、ほうほう、あ、これ。ほら、はい、心配ナイサーバットです。これ皆さん見えるかな。はい、この心配ナイサーバットね、これね、ゴルフ用のバットですよね。アザスさんの、はい、アザスバットを使ってます。プロだったらみんなね、これ持ってる。そうなんですよ、はい、だからこれ重いやつで振ってます、はい、これバット最高ですよね。あ、うん、悪くない。ちょうど、まあ、ドライバーの長さに設定されてあって、はい、で、まあ、重くて長いんで、ええ、やっぱり体を使わないと振れないんですよね。そう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 、はい、で、それはそれでいいんですけど、うん、ただパワーはつくんですけど、はい、やっぱり重いのでスピードは上がりづらいんです。そういうことね、うん、もちろん最初のうちは結構スピード上がってくるんですけど、はい、やっぱりそれ以上にならないので、はあ、やっぱりその飛距離って一番大きい要素がヘッドスピード。なるほど、うん、やっぱ今日はそのヘッドスピードを上げるのに特化した練習をしたいなとちょっと思うんですね。わ、はい、かりました。これもじゃあ悪くなかったと思う。いいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はい、やりましょう、はい、お願いします。ちょっとじゃあ変化を見るために、はい、最初いつも通りのちょっとドライバーのヘッドスピードだけをちょっと今回測ってみたいなと思うので。なるほど、はい。でイメージは、はい、まあ、曲げたくないティーショットをイメージしていただいて、まあ、本当のコースっぽい感じで振っていただいてもいいですか。はい、はい、分かりました。ちょっと一回振ってみましょうか。あ、はい、ちょっとこうイメージですね、曲げたくない感じですね。フェアウェイの感じで振ってみましょうか。はい、OK です。じゃあ行きます。はい、これはしっかりまっすぐ、うん、まあ、まあ、割かしまっすぐですね。はい、ちょっとこれはヘッドスピードだけちょっと見てほしくて、はい、いきます。 42.7 ですね、はい、42.7、まあ、約43ぐらいですかね、はい、はい、まあ大体こんなもんですかね、実際コースで。そうですね、負けたくないな、はい、はい、負けたない時はこんなもんですね、はい、ではですね、今日はちょっと練習器具を使ってやりたいと思います、はい、お願いします、はい、これです。はい、はい、何ですか。スーパースピードゴルフという練習器具なんですけども。スーパースピードゴルフ、まあ普通のシャフト状のものに先端に重りがついてるんですけど、はい、これそれぞれ重さが違うんですね、はいはい、軽いものから重いものまであって、これを振ってスピードアップしていくと、はい、で一番軽いものが大体 223g になります、うん、で一般的なドライバーが大体、まあ、300弱ぐらいですからね、290g 台ぐらいですからね、はい、でプロが使うドライバー大体310から20ぐらいだと思います、はい、で、まあ、やや軽めですね。軽めで、この軽いものを満振りしていきます、はい、ほー、そういうことね、はいはい、もう方向性とかどこ行っちゃってもいいんで、うん、とにかくスイングのこと考えないで、うん、ひたすら満振りします。なるほど。
思いっきり振る、はい、で通常これ、はい、よく YouTuber の方とか上げてるんですけど、はい、大体こうメンズ3本使うんですけど、今日はスペシャルということで、はい、レディースの黄色も入れて4本、はい、できたいと思います。わかりました、はい、で5回ずつ、はい、マンブリしていきますので、まず黄色からいきましょう、はいはい、しっかり振るマンブリってことね、思いっきりですね、何も考えず、ただひたすら思いっきり振る、はい、もっとです、もっと、もっと早く、もっと早く、もっと早く、はい、いいですよ、いいですよ、3、はい、もっともっと、4、はい、ラスト5、思いっきり、 OK、 だいぶさっきと違います、こんなもう軽いもんだから今、はい、多分映像で自分のスイング見たらスイングスピード全然違うんですよ。まあそりゃそうでしょうね、今マンブリしてる。そうやって自分のリミッターを言って外しちゃうんですよ。はあ、なるほどね。だから普段はやっぱいろいろスイングのこと考えたりとか、はい、あれこれ考えて振れなくなってる状態なんですよ、はいはいはい、それを一旦外してとにかく思いっきり振ると。オッケーオッケー、はい、うん、で次が、はい、253g のグリーンです。はい、グリーンね、はい、今のプロレス貼ってたの？そうです、この辺で喋ってください、はい、うわ、これも思いっきりね、はい、思いっきりいきます。5回、1、さっきちょっと重い、はい、2、はい、3、はい、4、はい、ラスト思いっきり、おい、ナイス、ナイスイング、オッケー、いいですね、はい、だいぶいいです、はい、結構しんどい結構これきついですよ、はい、結構きつい。で、次がブルー、はい、293g、はい、293、はい、だんだん重く、だいぶ普通のドライバーっぽいです、重さが、うわ、はい、重なってきた、結構重くなってきます、はい、はい、1、もっと早く、2、もっと、はい、3、はい、4、ラスト思いっきり、はい、5、OK、ナイス、これこんな早く、テンポはこれ、もう、考え、伸びる、とにかく早く、はい、なるほど、はい、で最後は結構重いです。もうこれは実際のドライバーよりちょっと重くなったら338g、最後はレッド、あ、はい、これ結構ハードなんで、これちょっと頑張ります、最後頑張って5回です、はい、5回、お、結構重いですよ、はい、はい、1、頑張れ、はい、2、はい、3、はい、4、減らすと5、 OK、ナイスファイト、はい、OK、ナイスナイス、しんどい、しんどい、 OK、 で、はい、で、ここで、はい、はいはい、ドライバー行きます、ドライバードライバー行きます、はい、大丈夫ですか、ちょっと息整えて、はい、はい、でちょっと一回素振りして、ちょっと重さを、うん、あ、おー、よし、行きます、はい、じゃあもうさっきの続きで振っちゃってください、はい、わかりました、はい、行きます、はい、いや、あのね、単純に疲れてる早かったんかな、ですね、どうやろう、はい、なんぼ上がった、はい、これで上がってなかったらショックやねんけど、変わってません、なんでやねんなんでやねん、ね、ちょっと先生、あの振りすぎて疲れちゃった、そうでしょ、うん、疲れちゃったね今ね、それ、うん、ちょっとでもテンポが微妙に上がって微妙に 0.2 ぐらい、 0.2 ぐらい、ちょっと疲れちゃった、先生疲れちゃった、はい、こんなテンポアップしてんでええと思ってて、これもう疲れちゃってる、じゃあもう一回、ちょっと、息整え、深呼吸、深呼吸、はいはい、さあ、はい、さっきの感じで振ってみましょう、フルスイングね、はい、さっきの感じです、振る、 OK、 だいぶ振れてますよ、はい、これは振れてるね、ちょっと一回ね、方向性とは抜きにしてスピードだけ、はい、スピードだけ上げたいので、ちょっとスピードだけ比較したいと思います、はい、はい、まあでもさっきより全然振れてると思うんですけど、どうだ、スピード、ヘッドスピード、はい、45.5 出ました、あー、すごーい、はい、ということですね、まあ一旦ちょっとまあスピード上げようと、はい、これ2ぐらい上がってると思うんですけど、約ね、はい、約2ぐらい、2ぐらい、うん、今の短期間で2ぐらい上がったんで、はい、2って言ったら距離にしたらかなり変わると思うんですけど、そうですね、まあ今のスピードでまあ曲がらないように、なるほど、スイング作った方がいいよねって思う、だからこのリミッターを解除したら、うん、スピードは上がる、上がるです、うん、いかにあとはその振ってる中で、はい、まあ、スイングを作っていくかというか、だから、うん、俺の体はこのぐらいまでスピードを振れる、まあ、出るとです、うん、今の、まあ、さっきのね、はい、あのスティックを5回かける4セットですかね、はい、20回振っただけでヘッドスピード2弱上がったので、そうか、あのスピードはそれぐらい出せる能力は持ってるんですけど、はい、やっぱりそれが普段、まあ、曲げたくないとか、オビューしたくないって気持ちでこう萎縮しちゃってるんで、はい、まあ、たまにはそのリミット外す練習も必要かなと、はい、なるほど、今回ちょっとこういうドリルやらせてもらいます、はい、はい、
じゃあぜひ皆さんも、はい、このスティックじゃなくてもいいですか。これちなみに、はい、例えば今のドライバーって、はい、こうシャフトが取り外せるんで、はい、このシャフトだけにしてそのシャフトをマン振りするのもすごいあれです。でさっきお兄さん持ってましたけど、はい、バットありますよね、はい、そのシャフト振ったりバット振ったりっていうのを交互に繰り返すのも結構いい練習になりますんで、あとでも抜けないやつとかだと逆でもいいですか。あ、そうそうですね、これを逆さに持って振るのも全然ありなので、なるほど、これはすごいいい練習になると思います。じゃあこれで逆さにして速く振るっていうのを、はい、皆さんぜひやってみてください、はい、ということです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。